サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。ピッチが照明灯により照らされています。ピッチの温度は18度。エキシビションをお送りします。鹿島アントラーズ対鹿島レイソン、まもなく始まります。解説に松木安太郎さんをお迎えしてお送りします。こんばんは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフです。さあ、キックオフです。ホームの鹿島アントラーズ、スターティングイレブンは佐藤、秋田、奥野、相馬、ジョルジーニ、内藤、本田、ロドリゴ、マジーニョ、黒崎、長谷川。続いてアウェーの柏レイソン、土井、沢田、アントニオ、渡辺、畑野坂、伊達、下平、佐藤望、柱谷、カレッカ、エジウソ、黒崎、フェイント、チャンスをものにできない。さあ、速攻か、奪った。アントラーズの調子はどうでしょう。試合前のコンディションはまあまあでしたね。そうですね。畑野坂、食べます。柱谷、この動きは読まれていました。黒崎、レイソン、倒してしまいました。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。さあ、アントラーチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。クリア、攻めてフェイント、高い運動能力です。素早いプレス、マジーニョ、長谷川、華麗なパスワーク、追いつけない。大きく蹴り出しました。ここから速いですよ。奪った、エデュクソン、フェイント、奥野、大きくクリアした。アントニオ、この動きは読まれていました。下平、本戦です。レイソン、調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日も最後まで頑張る必要があるでしょう。なるほど。ホイッスル、ファール、ブーイングですね。起き上がれません。イエローもやむなしか。まあ当然でしょう。レイソン、フリーキックです。内藤、つながらない。ジョルジーニ、スピードに乗ってドリブル突破、波状攻撃か。ロングクリア、中央突破は難しいですね。攻めてる時のディフェンスの意識が欲しいですね。ええ、中盤でボールを回しています。おっと、旗が上がっている。レイソン、フリーキックです。下平、いい形だ。チェック厳しい。柱谷、パスをつないでチャンスを伺います。切り替えが早い。内藤、クロサイ、ナイスチェック。アントラ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですか。マジーニョ、いいボディバランスですよ。一人でも近く、そしてシュート、キーパーいい判断ですよ。ディフェンダーの壁は厚かった。秋田、両チームもみ合います。本戦です。加藤望む、かろうじてクリア。いや、危なかったですね。奪った、本田、スピードに乗ってドリブル突破、献身的なプレー。相馬、パスを回してますね。アントニオ、チャンスをものにできない。ここから早いですよ。アントラーズの動きはどうでしょう。動きはあんまり良くないですね。ですね。前方から激しいアタックだ。長谷川、攻めてますね。奪った、クリア、カレッカ、
チェック厳しい。奥の柱谷、届かない。本戦です。マジーニョ、スピードに乗ってドリブル突破、スルーパス、キーパーがっちりキャッチ。素早いプレス、本田ナイス切り返し、つながるのか。エジュクソン、カレッカ、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。シュート、ドスーンと決まった。カレッカ、目の覚めるようなシュート。レイソン、先制のゴール。声援鳴り止まず、素晴らしいプレー。さあ、もう一度見てみましょう。見応えありましたね、今の。なるほど。まだ1点じゃないと思うね。ええ、アントラーズは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ですか。高い運動能力です。澤田、大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。追いつけない。本戦です。大きくクリアした。タッチラインを割りました。レイソル、ファールです。ブーイングですね。大丈夫でしょうか。さあ、アントラー、反撃のチャンスですね。このフリーキック、なんとかものにしたいですよ。ロングクリア、さあ速攻か。カレッカ、華麗なパスワーク、ディフェンダーの壁は厚かった。下平、黒崎、前半終了ですね。0対1、レイソルリードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。さあ、早く追いついてほしいですね。ですね。レイソルですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。波状攻撃か。体の使い方がまずいですね。そうですね。中盤でボールを回しています。カレッカ、ディフェンダーかわして、カロー来てクリア。ここから早いですよ。澤田、いい形だ。苦しくなりましたね。内藤、献身的なプレー。タッチラインを割りました。攻めてますね。カレッカ、さあ行きましょう。スピードに乗ってドリブル突破、パスをつないでチャンスを伺います。加藤望む、カレッカ、チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。守りに入ると押し込まれますよ。なるほど。クリア。レイソルの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ええ、伊達、ディフェンスが集中しないといけません。ですか。大きく蹴り出しました。いや、危なかったですね。本田、大きくクリアした。どこに展開していくのか。マジーニョ、あれ、素早いプレス。さあ行きましょう。パスミスか。ドイ、ナイスセーブ。黒崎、スピードに乗ってドリブル突破。長谷川、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。パスを回してますね。いいパスだ。カレッカ、動きがいいですね。ナイスディフェンス。ロングクリア。まだチャンスはありますよ。レイソル、ディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。なるほど。グラウンダーで流した。ディフェンダーの壁は厚かった。
加藤望む華麗なパスワーク。柱谷、金木か。波状攻撃か。これはチャンスですよ。いいボディバランスですよ。体の使い方がまずいですね。マジーニョ、スライディング、繋がらない。前方から激しいアタックだ。ディフェンダーかわして中盤でボールを回しています。渡辺、激しいボールの奪い合いだ。苦しくなりましたね。奥野、ロドリゴ、アントラーズ、ディフェンスここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですか。フェイント、高い運動能力、シュート、これは惜しい。いい形だ。チェック厳しい。追いつけない。カロウチでクリア。中央突破は難しいですね。パスをつないでチャンスを伺います。伊達、澤田、素早いプレス。黒崎、ちょっとボール持ちすぎですね。ですね。内藤、加藤望む、もうちょっとスピードが欲しいところです。ナイスディフェンス、献身的なプレー。タッチラインを割りました。ロドリゴ、レイソン、一糸乱れぬディフェンス。さすがですよ、これがプロでしょう。そうですね。右からセンタリング、ヘディング、ゴール！ナイスゲット。アントラー同点のゴール。抱き合うイレブン。さて、 VTR の用意ができました。今のは完全にマークが外れてましたね。なるほど。アントラー、どうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。ええ、内藤、動きがいいですね。長谷川、切り替えが早い。体の使い方がまずいですね。ですか。金木か。前方から激しいアタックだ。ジョルジー、長谷川、チャンスをものにできない。さあ速攻か。さあマジーニョ、下平、ナイト、マジーニョ、奪った、金木か。奥野、この動きは読まれていました。ロスタイムに突入しました。クリア、苦しくなりましたね。いいボディバランスですよ。グラウンダーで流した、ナイスチェック。大きく蹴り出しました。ここから早いっすよ。ホイッスル、延長戦ですね。気合を入れ直してほしいですね。アントラー、今日は中盤が機能しているようですね。積極的に前方からアタックしてみたらしい。ですね。内藤、素早いプレス。マジーニョ、黒崎、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。長谷川、攻めてますね。渡辺、大きくクリアした。両チーム揉み合います。なここから打つか。ゴール、ロドリゴ、やりました。アントラー、田舎、ゴー、目頭に熱いものが。スロー VTR で見てみましょう。
落ち着いて決めましたね。なるほど。アントラーズ、勝負強さを見せてくれました。一言、素晴らしいマッチでした。時間もなくなってきました。最後に一言お願いします。とても見応えのある内容でしたね。ええ、実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、さようなら。相手チームも体力が続かないでしょう。皆さん頑張ってください。